難しく考えすぎてるわ、ボートレースと、ね、あとね、ちょっとね、重要ですからね、これね、うん、ちょっと俺分かったよ、みんなね、ちょっとカッコつけてる、早めどっちいくら残ってる僕、いくらでも。いや、そういうことじゃない、あの貯金の話じゃないんだよ貯金の話じゃない、ね、口座の話じゃなくて俺、あと1万円ぐらいじゃないですか、くらい。あ、そう、3万9500円。何をしとるかね、本当に。はい、うわー、うまいな。でも499俺たださ仲良くボートやってるだけだから。あ、でもね、これじゃない当たってないじゃないでしょ、当たってないんだもん。ボートやってるだけだろこれ。あ、やっぱり6動いてくるよねこれね。うわー、ここで前付け、うん、あ、でもだいぶ抵抗、この短期、いやこれどうでしょう。いや俺ヤギ君も引くと思うんですけど、可能性あるね。1日差4倍切ってますよこれ。いや、そうだよね、うん、3.9倍。だからこの侵入見て、うん、まあまあ、ね、オールスローとかだったら1,2,3さらに強まるけど、ちょっとこの単価マですか。うん、その単価マっていうんだ、若いの短期がましのことでしょ。なんかやだ、カマモコかと思いました。そうそうそう、カリカリカマ的な、そんな岩風です。岩風だよ、ジカマ。ジカマはまあいいか、そのマクザとか言って。確かに、なんかビッグスクーター、スクーターみたいな。マクザ、マクザ、マクザの。いや、それあれ恥ずかしいよ。マージャンとかの専用語なんかないの、最近。ちゃんめ、ちゃんめとかね、CZ、CZ、あと。パチンコパチスロ業界もね、やっぱあの多くて。もともとその、うん、僕とかおもちゃとか雑誌作ってた班と、その後に入ってきた人たちでその言葉の違いがもうすごい感じる。チャンス名をチャンメって、チャンメ衝撃でしたね。ああ、僕チャンス名だ、チャンメなの分かんなかったもん。さっきチャンメってなんだろうなと思ってた。チャンス名をだって素だけだぜ。チャメ、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 チャメもいいか。チャメではチャメならまだ理解できる気持ちは。ずっとすがなくなってるから。ま、最近でも確かに M リーグがあの解説出すようになったじゃん、言葉の。あ、意味を、うん、出てる。上にパッと出るようになって、ピンピン風が、ね、あ、なんかあーリーチのことをなんか麺とか言うじゃないですか、麺タンピンとか。あ、麺タンドライチとかのことをなんかメタドラとか言ってる人います、ね、へー、メタドラ、なんかメタルドラムみたいな感じの感じ、メタドラとかメタピンとか言ってません、言ってません。やたらやってるって そういうの見てもう僕はそういうのに恥じらい覚えて、恥ずかしいなやつだなと思うたら、タンコはめちゃめちゃ恥ずかしいじゃん、うん、そこまで言うならもうやめますそう、なんかイーペイコーとか長いから、うん、ペコとか言ったりとかね、ちょっと可愛くしてくる傾向にあるんですよ。可愛かったりかっこよくしてくる傾向にあるんですよ。それは女の子の方が言うの。いや、いやそんなこともない気がする。男女、若い世代の方が多いですね。人が増えれば増えるほど、うん、まあ、まあ、そうなってきますよね。多様化していく、うん、タンペコとかタンペコドライチとか。関さん何コースだろうなこれ。まあ、展示では5コースまで入ったんだっけ。でバッチも言ってたように八木さんが譲る可能性もあるよね。うん、その2パターンまでかな。これね、結構スタート深くなると譲んなかったりするんですけど、たださ、八木選手これ展示行けましたね、スタート、うん、準優じゃない、要は2着に入れないと意味がないから、うん、そういうのも考えると、あの1個でもうちっていうのはみんな考えあるけど、よっぽどね、伸びしようか伸びしようマークじゃないと、この短期ではちょっとね、うん、希望なさすぎるよね。川村さんに関しては抵抗した5コースよりは一発狙ったら絶対的にその短期、うんうんうん、まあ、向かい風だし、うんうん、まあ、確かにスタート決めればまあ一発あるか、上に行って、そうで最悪逃げても2等とかはあるしね、うん、外分回してるし、うん、そうそうそう。荻野さんスタート27、大きなさ、やっぱり速い人じゃないからな、限りなく 1,2 に見えちゃうね、どんな進入になっても。確かに、安い 1,2 行くんだったら 1.2 点で 1,2,3 は避けたい。うん、これ1,2から4,5,6買うってのどう。 1,2 は 1,2 だと思うので、3着は3かそれ以外。1,2 の4,5,6、俺はもうさっきのレース見ても 1,3 行きたいんですよね、うん、向かい風の7だから、うん、握った方が伸びるんじゃないかと思って、うん、これ 1,3 はどうなんですか。 1,3 は 1,3,2 以外だったらまあ
ぼちぼちぐらい、20倍弱、まあ、13でも 8.2 だったらいいよ、別に。確かに俺13000、これちょっと資金配分してみよう。まだ落ちるな。123外したらもう変則形にしましょう。132、6000、213、4000、2点。お、結構渋いですね。こちらで思い切ったね。うん、そうですね、うん、ちょっと1日3やっぱうまみなくて、でもやっぱうちが強いかなって感じで、うん、もうこのちょっと変則なんですけどね、うんうん、もう展開なしで、まあ、1、2結構濃厚だと思ったんで、ただその中でまあ対抗できるとしたら鬼の選手の1、3かなっていうところだったんで、うん、まあ森永選手がちょっといなくなるまでは考えられないというところで1、3、2の方に集まりしました。まだね、7倍8倍残ってたんで十分かなと。俺も1、3、2だと思うな。じゃあ俺はこれで、1、2からの5、6、もうモッキーも言ってたのにこれ限りなく1、2、2だと思うのよ。正直2が外れることないと自信ある。自信ある。1、2まではね、1、2までは自信あるんだけど、これ3着はやっぱり寄れるんだよね。なんか1、2、3が1人3倍で他が、まあ、10倍、15倍、20倍みたいな感じなんだけど、123、3. 何ぼつだっけ、 3.5 倍って言ってましたね。 3.5 ってことは3回に1回来てようやく、まあ、ちょいプラカチャラぐらいでしょ。3回に1回 1,2,3 で決まるかなと思って。なんか言えよ。さすが坊ちゃん、うん、でもそんな高いとこねえんだよな俺。163、162が結構するか。153とかもつきそうだ。いや、5は結構売れ始めてるんじゃないですかね。6コースだよ。はい、163が一番高いわ。なんで売れてんだろうな、5番単価まだ欲しがってるんじゃないですか。なんでだろうな。さすがおかしいな。ちゃんと欲しいのあげたって。コナン君じゃないあれれあれれじゃあこれで声変えてください。これで、うん、あ、これで声変えてみて。あの、毛利心をね、役やるね、うん、そう、犯人はこの中にいます。いや、その犯人はこの中にいますなんて言ってないね。しかも人前に出る仕事してられますね。いや、間違えたと。それをよく披露するしようと思った。いや、本当に、よ、半年続けてくれた番組に感謝した方がいいですよ。いや、いい、よくそんなんだ、本当、人の前に出る。今、振りが悪かったよ。ちょっとできると思いましたよね。なんか、こっちやれるんだと思ったんです。あとすぐすかしちゃうからダメだ。もうちょっとやらしてよ。モノマネできないですか、モノマネ一個もできない。いや、将来のために覚えておいた方がいい。一番、例えばなんか一番、たけしさんはじゃあ、一番レベル、もうメジャーのやつ。さあ、このレースは3区で勝つぞ。あ、ちょっと待って、変わってるぞ、やっぱり単価もじゃない。単価もじゃない、ほら、コース変わってない。引いたわ、やっぱり 4-2 だよ、4-2。そうよね、いや、いいちゃん引くよな。それでもな、関さんのところで止まると思うんですよね。これはこれでいいんだよな。1-2-6チャンス、1-2-6チャンス、そう。ただ逆に1-2-4も怖いね、これね。ていうか、3負あんなとこ、え、1と2負か。そう、もう2対2対2みたいなね。球団スロー、 あ、これやばいか。ダッシュがいけない。あ、2にやられるか。え、時間まだ。いったべ、いった。うわ、やられた。あ、でもちょっと張られて。あ、これ3だ。これ3だよ。よっしゃ、2対2だ。マジだ、3人まで来てるよ。でもいないっすよね。いや、なに、あれ、やっべ、2、3、2じゃん。あ、やっべ、2、3、2、3、1、1、絞っちゃいました。え、さっき書いてなかった。2、3、2、3、書いて、書けました。何してんの、時間間なのに。金子、戻ってこい。あ、でもあるな、まだ6と5がちょっとやり合って。いや、これまだあるんじゃない。金子頼む、金子戻ってきてくれ。いや、これ4と5がうちで潰し合ったら、あ、しかも前 2-3 になってるわ。金子頼む。いや、森永伸びてたもんな。ね、あれ、これあるんじゃない。どこにいる。あれ、どれ、あれ、この後ろ、この後ろ、あれ、どうだ。あ、1、外だ。あ、無理だ。あ、これは厳しい。やらかした。あのさ、これやらかしたっすわ、マジで。確かに。やらかした。その3人もあったしね。これさ、明日、面白いね、これね。トップは2番の森永、今ゴレ2番手、3番沖の3番手、5番の河村ゴレ。2、3、5、5だよ、5だよ、あれ。5と6だよ。5と、うん、あの1はもう、そうだよね、ブロックされて、吹き飛ばされて。もったいなかったなぁ。確かに、なんかあの、いろいろやって2、3、2、3、3消えてったっすもんね。うん、1、2、3、ボックスからの。そういう時って高い方買った方がいいんだよね、2、3、2、3、3、3の。なんか後悔しない。外れた時がダメージ。そう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 。うわぁ、ラストレースだ。
これボッチャあといくら残ってるんですか。あと1万5000残ってる。あもう余裕ですね。これ10万だから、うん、そう、まあ場所によってはだよね。ボッチャ俺もう切れちまいましたよ。切れたのかい。いや本当は切れてないけど。やっぱなんでなんで切れてんの。あのマッシュ取りこぼしたので。まあそうだな。ただ俺はさ箸にも棒にもなんだよ。ここまで箸にも棒にもだってまた1枚で終わってますもん。うん、箸ボッチャ本当にボートうまいんですか。俺ボートはうまくないの。好きなの。好き大好き。ああだなな なんかないの、うん、何がそもっとできることできること。ちょっと待った待った。あ一番やばい。見してやるか。なんで俺がこの世界でまだこうやって息してるかっていうの。ちょっとさだって、うん、今例えばっすよ、うん、最初のねレース取ったまっちゃんのイング残しとか、うん、今の僕は変えなかったけど身が伸びてるみたいなヒント見て、ね、そうそう、ノーヒントじゃないですかまだ坊ちゃんから。いやそれ結構たまたまじゃない。坊ちゃんから明日は我がみたいな。そんなの坊ちゃんから出てくるやつ全部一番上から外れてるんですよ。だからそれって絶対さいいのよ。今日何レースやったんだっけ。5レース目じゃん、これ、うん、これ5レース目。5レース当たらないことなんかザラなんだけど、まあ、確かに確かに、うん、でたださ最後は俺マジで12レースの坊ちゃんって言われてるから、ね、あそうなんだ。大体今まで12レースに何かしらやってきた。これちょっと待って、侵入これ若くなりだった今。侵入は若くなり、ね、これ上条選手どうですかね。さっきのレース見て、さっきね、うん、いやー矢野さんが負けるイメージは全く分かねえな。いやだからさここさ1万5000円しか持ってないってほぼきついんだよね。5万ぐらいないと10倍以上にしなきゃいけないわけでしょ。1から買うから。確かに。いやもういいっすよ、こっちは貸しますよ。したら貸しますよ。貸すとかじゃないよ。僕も貸しますよ、うん、貸してくれる。本当に貸しますよ。したらここ必要だと思う分言っていいっすよ。それ言ったらやっぱりさあれがちゃんとあれでこの後記録してきますよ。こっちは借金ぐらい借金とか一発目の番組から出したくないっすよ。そこはやっぱりルールと取っていくよ。いやいけるんだから10万だろ。いやだからもしも絶対これだっていう買い目があって、うん、それが足りないんだったら乗せますよ。じゃあちゃんと分かった分かった。じゃあ一旦ちゃんと予想してみるね。いろいろ考えて、うん、はい、であと1からなんだからこれは宿年始侵入の乱れもなく、まあ、風もちょっとあれだけど地元だし、うん、つまり20分の1の中に答えがあるのよ。あるある、うん、20個の中にある。見えた。お坊ちゃん教えてください。ご教授ください。124うん、1点でこれ8倍ぐらいあるからここに1万5000円でクリアなんだよね。1241点うん。じゃあ違うのにします。おいシンプルに出たよ今。普通に多いって言った。シンプルの多い出た。シンプルの多い出た。違うバージョンの多いもらってる。おいあの織田裕二パターンね。おい何やってんだ。マジで何にもできないですね。何にもできない。何にもできないんだ。何にもできない。本当ボンボンですね。ああ、でも楽しく生きてるよ。本当ボンボンだな。ボートもできなくなったら大変だわ。ボートできてる。ボートできてる。ボッチャンかやっぱすごいですもん。いや本当にもう何もしてこなかったから。何もしてこなかったんですか。何もしてこなかった。してこなかった。なんか一生懸命頑張ったこととかない。一個もねえよそんなの。打ち込んだこととか。打ち込んだこと何もない。ボンバーマン。ボンバーマン天井ボンバーマンやってる。しかもそれ3、4年前な。大体めちゃくちゃ最近。すぐこの間じゃないですか。だって俺3年前に道端の草食ってるからね。うわーすげえ、うん、雨の日の次の給料日まであと2日でお金がなくなっちゃって、あとあのクオカード分かる。クオカードってギリバで使うことってないの。500円のクオカードで、まあ、おにぎりとかパンとかジュースとか買ったら、まあ、大体400円とかで端数がないからそれを持って帰る、うん、でそれでそれが何十枚か貯まったら結構いい額になるから、うん、もう持ってくのクオカードコンビニ10枚ぐらい、うん、それを店員さんがめんどくさそうに1個ずつ入れて何十円あります何十円あります何十円ありますなってそれでも最後足りなくてパン1個棚に戻してくるとかもあるから。いや俺普通になんか多分笑うとこなんかもしれないですけど、うん、めちゃくちゃダメージ受けてる。いやすごいそんなだったんだ。え結構そうそうそう切ない話ですもん。それでクオカードを持って本当に食えなかったのよ。だから食べるものがないんだ。だから草食べちゃったよ。草草食って何で食ったの。生で食ったの。生で食った。あのそれがちょうど家の前に緑道があって、うん、
な結構綺麗な感じなの見た目、うん、あのなんだろう本当に家出たら目の前に一本道の緑道があってそこが次の前の日雨でそれがまたいい感じで雫が出てたのよキラキラしてたそうなんか薬草に近かった薬草おいしそう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 美味しそうだったあの MP が回復しそうな感じがしてHP じゃなくて MP が回復しそうなやつだったからいやこの言っちゃってこのエピソードをこれ俺金持ちの坊ちゃんの役の話してるときやるのもいやそれが今坊ちゃんだからそう坊ちゃんになったもう今や坊ちゃんいいとこに生まれちゃったからシンデレラストーリーいいとこにね今や坊ちゃんなんだからそうでも今でも覚えてるよあのイッチさんがあのねそれこそ DNA のよく、はいまあ、バッチなんかよく一緒にやってるけどお前本当に腹減ってんだろっつってお菓子持ってきてくれて、うん、めちゃめちゃ腹減ってます水も止まりましたハッピーターン持ってきたのよオレンジにパッサパサ喉パッサパサなんですよ喉パッサパサハッピーターンを4袋ぐらい持ってきてくれてお前これでも食っとけっつってハッピーターンのしかの粉2倍のやつ喉パッサパサこっちで水も出ねえのに水もください腹は減るし腹は減るけどハッピーターンも飽きるのよあれ食ってていや坊ちゃんこれ当てましょう、うん、これ当てないとだから俺がなんで今ここまでねみんなと一緒に やらせてもらってるかってだから今不思議なのよ俺さ貧乏だったしさパチンコパチスロー何もなく時さバッチとかと共演できなかったのよ運じゃないなそこはまあそこは一回ちょっと喧騒も入ろうぜ話止まっちゃうから運じゃないでそうそうできないほら他の、ね、例えば他媒体だって、うん、モッティだってそうよ他の媒体の女の子アイドルの人とかと共演できなかったけど今ボートだってそれができるようになってすごい嬉しいんだじゃ人生が変わったってことだよねそうそうそうボートでそうだからそのボートで最後の、ね、ミッシュやりたいのよああなるほどね、うん、めちゃくちゃいい話でおぼっちゃんのボート力をボート力その人生を変えたボート力ボート力これぜひもう見せてくださいよでここまずね1-2-4でいいですか1-2-4そうあの三五手の上条選手の選手多分マクザに何マクザに行くから上条選手がマクザ上条選手が何あのもう今マクザ言いたくてかかっちゃったの完全に置かれたのよ、まあ、上条さんが置かれちゃった上条選手でも本当にまくり出していくと思うの、うんまあ、それまあ外前も当然2着条件だからあるけど流れると思う追い風ねで普通によくある1-2-4、うん、実は向かい風って強すぎるとまくり出して厳しい、うん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 、向かい風3メートルにちょっと3メートルかちょっと収まってましたちょうどよくなっちゃってるちょっと収まってましたこれさ本人がどう思ってるかは分かんないけど、うん、矢野蓮司に勝てると思ってないと思うんですよ、うん、無理にいかないっていうねまくり出していかない優勝戦だったら当然いくよ、うん、準優じゃない、まあ、普通に無難に流れた時怖いですもんね、うん、でなんだっけさっき1-3-4できてここが2-3-5確かになんか2着だったら5号手でそう選手心理はそんな感じする、うん、2残せてないんだよなそれだとね2も残る可能性あるっすねいやそうただの外回りだったらつまり1-2-3だよ、うん、いやでこれ3が流れてくれた瞬間中島選手の2番差しだからやっぱりねであとそうだ1-2-3俺買えねえんだもんオッズ的に安くてですか、うんまあ、でも本当に1-2-3だと思うんだったら乗っけますよいやいいよだって本当に1-2-3だと思うんだから初回から借金っておかしな番組だろそれ4万1-2-3 1-2-3の4 1-4の2-3あーでも買っちゃったこれ1-2-3 1-2-4と1-3-4ダメでよかったかなどっちかいなくなりそうな気しませんあとなんかそこの両立はないと思う、うん、1-2-3 1-3-2の正直そうなんか準優だしね2着争いした時にそんなにね綺麗に1マークでどっちかいなくなると思うんだよなよし僕はこれでいきましょう4点いきます、うん、6の3着付け武田選手の3着付けが割と本線です1-3の2ごろと1-2-6ですだから1-3もね、まあ、2は8000円打ってるんですけど1-3-2 8000円1-3-5 3000円1-3-6 8000円1-2-6 6000円1-3-6とかだとまあ13-14万ぐらいになるかなって感じですね何でそんな10万目指しちゃうのいいよ別に目指さなくてあとかけすぎだよちょっとなんか安くなったら見えちゃうじゃんなんでお坊ちゃんが5万円しかないんだよ怖いでしょ用心棒の資金力用心棒の方が僕らは働いてるんだから俺だって働いてるんだよ
働いてるのかだって。あ、そっか。それ設定の話か、ちゃんと。そう。そう言われて。お父さんの体で。そっか。毎日毎日働いてるんですから、だって。用心棒としてな。だろ、はい、僕ら、普通の人だろ。月1だけ用心棒やってるんで。月一的用心棒。他の人忙しくしてるんですよ。明日休みだから浜田湖行こうかなって。しないんですよ、僕ら。明日だけは休みだから。明日だけ。明日だけな。モッキーだってあれだろ、月の半分ぐらい休みだろ。僕、もう最後の休み、1月1日です。今のカットでお願いします。絶対今。マジ聞きたくねえよ、そんな話。363日ぐらい。忙しいっすよ。なんで、麻雀プロってそんな儲かるのか、人気あるのか。麻雀プロや、M リーガー。とんでもない忙しいっすよ。さあ、来た。練習。頼むぞ。まず逃げて。まあまあ、4! 取られんだよ。あれ、なんか取られんだよ。ちょっと待ってくれ。あぶねえ。俺マジ4あれ4コース取られたらもう、よーい、よーい、ちょっと入ろう。ちょっといや、一旦あーやめときマジで。あぶねえ。とりあえず第一段階クリア。とりあえずここが第一段階。侵入 OK。 とりあえず侵入 OK。 そこ想定してなかった。OK。 対戦メンバー1号艇山田選手、2号艇山崎哲司、3号艇上条義嗣。あ、違う、坊ちゃんが語られたんですよね、これ。坊ちゃんサポートするんですよね。そう自分の利益はもう坊ちゃんサポートするんだったらさ、モッティもさ、俺の名誉をちゃんと買わなきゃダメだよ。いやいや、ちょっと坊ちゃんのずっ下げるわけにはいかないんで。あー、確かに、それはもう。それ言われたら、ね、バッチョばっこりかぶしてきてさ、なんか下げに来てるもん。これマンゴー同じだからね、坊ちゃんと同じ額を買うなっつってんのよ、さらに他のも買ってさ、ちょっとそこ反省だぞ、今後この後。とりあえずはみんなで矢野練習応援して。そう、まずは逃げて、まずはそこはみんな一緒ですからね。みんな一緒、そう。だから揃って、めっちゃ揃ってほしいんですよね。そう、綺麗に。頼むぞ、一直線で。一直線。まっすぐ走ってほしい。定規で引いたよ、ずっと。そうだね。さあ、へこむなよ、誰も。きれいに。1、2、か1、3。さあ、いけ。2コース2番山崎、3周楽しみたいですね。いや、3周楽しみたい。集中しました。最後の重賞戦です。新入り12です。新入りから1番、2番、3番、大丈夫そうだね。大丈夫そうだな。うん、あー、いいよ。6だけ。6ちょっと怖い。ここにかかれ。やばい。やられた。あー、まずいった、これは。これはまずい。1、6までいった。うわ、最悪1、6切ったんだよ。うわ、1、6切ったんだよ、マジで。武田さん、分回すパターン、やっぱあった。あったね。なんとか1、3、6なんねえかな。それだけはあるかも。内側、先に回ったらあるね。ダメだ、これは。ちょっと差がでけえか。いい角度だ。うわ、1、6、2。1、6だ、これ。うわ、1、6切ったんだよ、マジ。1、6考えたんだけどな。4と5へこみそうだったからね。いや、5差ってそう、上行くか。握られたらこうなりますよね。まさに順位の2着条件っていうのが。2兆もうそこやめて、今のは。2兆はもうどうにもならなかった。中上の2兆、父上の資産が2兆だな。それ出ちゃったから。だから1兆5000円か焦っても全然痛くねえから。やっちゃったこれもう本当に嫌だ。いや、1623達成よかったよ。確かにね、それ折り返しに当たったからね。ここね、あ、まあ、6名つけたんだもんね。50倍。うわ、50倍ですよ、2000円で OK ですよ、2000円。おつやだ。初回からこれまで、これがリアルだよな。リアルボート。リアルボート。15本中1本。そう。これなんだよな。もうちょっとさ、余裕がある、俺たちが仕事とか前にチームだったら取り直してるのや。そして6番の武田。今だったら。これ忙しいから、俺たちさ。この後用事あるし。用事あるし、この後。今度面接あるから。延長戦。え？あと1年だけ延長戦します。やりたいな。次のレースやらせてくれっぽっちゃんが当たるやらせてくれってなるじゃん。だって1マークでもう何も楽しくないんだもんだって。いや、あれ絞られんのきちい。きついね。よ、どっちかね。5に引っかかればな。しかもちょうどよく引っかかってほしかったな。あと、せめて4でも止めてくれて、4が攻める点があったら面白かったの。まあ確かに、うん、そしたら流れててさ、ね、内側に2が残ってね。そう結構いったな。もうあの鏡直すどころか、言及どころか、どうするんですか、これ。足したくはない額だよね。これお父様になんて報告するんですか。いや、これはいい。どうするんですか、これ。とりあえず、
5万あったやつがなくなって10必要だから実質次取るのに15必要になってくるんですよね。鏡バレますよね。鏡はじゃあもういいだ、もう次やるまでに、うん、軍資金の5万工面どっかでしてきてくださいよ。あ、お坊ちゃんもって工面しなきゃやれないんですよ。だからそうすれば次も5万でいいじゃないですか、うん、お坊ちゃまが一番使ったことがない言葉だぜ、工面って。だから次やるまでにその行くばっかね。まあまあそうだね、ちょっと次いつなるか分かんないけど、うんうん、まずバレないように鏡を隠して5工面してくるわ。そう、それで、でそれが3万しかなかったら3万を10万にしましょう。でその時7万あったら7万を10万にしましょう。あそこは5万で許してくれよ。7万5万なんで多めに工面しなきゃいけないんだよ。やっぱりお金でやるよ。分かった、じゃあその時やるよ、お金でね。どれだけ工面できるかによって難易度が、思っちゃえば工面してこないのよ。ない仕事で稼いできるんだよ、バカ野郎。一個一個ちょっと俺とギャラ2割ずつぐらい抜いててくれませんかっつってね、集めてもらって、やっといてくださいじゃあ。分かった分かった、次があれば必ず決めまし、まあ、もうこれしょうがない本当、こればっかりはちょっとバレちゃいけないところに隠しとかねえとな。そう、うまくああバレねえように。あとは外でもやりたいですね。そうなんだよな、上でやりたいのよ。3人で本庄行ってない、まあ、やらしいやらしい、それが一番工面できるような、これを。まあ実際ねなあ、これをそういうなんかあるあったらいいですけどね。いや本当、何かねどっかの上でね、その力貸してくれるところがあったら。どこがいいですか。え、どこがいい。行ったことないとこあるんですか、坊ちゃんは。俺ね、行ったことない、ないのがあと3つかな。おお、21個行ってる。琵琶湖、若松、三国、この3つが、まあ、仕事でもプライベートでも行ったことなくて。あ、そう、うん、琵琶に回ってない。逆に言うと僕行ったことないとこいっぱいあるんで、うん、俺も本当どこでも行きたい。関東は今関東は基本全部行ってる。関東は行ってる、桐生も行ってる、ガマも行ってます、ね、ガマも行ってる、うん、俺も浜名湖行ってる、津もちろん行ってる、あとは内田町とか常滑も行ってる、九州は下関も行ってる、宮島も行ってる、うん、だから僕、うん、九州はないですか。九州がない、九州と三国がないです、うん、半分ぐらい。行きたいですね。行きたいね。ぜひ呼んでいただければ、もし機会があったら。ちょっとやっといてください。何を。営業。坊ちゃんが、坊ちゃんが、あの用心棒がやってくれ。いやでも僕らが行くわけにはやっぱ顔が立たないじゃないですか、うん、あと僕ら忙しいんで。俺も忙しいのよ。そう、明日も忙しいのよ。明日も仕事。明日とりあえず浜名湖行くんですよ、ね、じゃあ浜名湖にまず、浜名湖でまず、まず行っといてください。どうもーって、どうもっつって、ちょっとあの頭バッコバコ下げてお土産持ってな、東京土産持ってって、お坊ちゃまがこの格好で、お坊ちゃまはバカ野郎やってくわ。やってくわ、取らせてください。頭下げてくるわ、パッてパッチスポンサーになってくれる番組で、俺を6ヶ月以上続けさせてみるってことですか。え、俺の金出せつってんだよ。めちゃくちゃ乱暴だ。金出せつってんだよ。ゆすりねえっつってんだ。なんでねえんだよ。なんでねえんだろう。なんでねえ。マジでも本当に、うん、俺とか嵐さんとかクリちゃんの世代ってねえんすよ、うん、なぜか。来店とか言ってんのね。来店とかやってないからです、ほとんど。あ、そっか。俺らそれやってない世代なんで、来店特急トロイに乗れなかった世代なんですよ。ああ、わかる。あそこの最終車両に乗ったのがマリモさんなんだよ。ああ。マリモさんが、ね、マリモさんが乗って、シューッ、しまって、こうなって、こうなって。俺らはもう各駅停車、CS 各駅停車に乗った。CS 各駅停車と雑誌の徒歩っていうのね。そう雑誌の徒歩っていうのがあるから。雑誌の徒歩やっちゃったからね。そう、我々はないんですよ。帰ろう。よし。お疲れ様。写真撮りましょう。